それイボジになりますぜ。ミミちゃんのパパは毎朝スマホを見ながらうんちをします。あははは、なんだこれ。あははは、ミミちゃんおはよう。おはよう。様子が変ね。どうしたの？おしっこしたい。おトイレ行けばいいじゃない。パパがスマホ見ながらうんちしてるんだもん。なに？パパ、いつまでトイレに入ってるの？ミミちゃんがおしっこ待ってるのよ。はーい。ごめんごめん、お待たせ。どうぞどうぞ。おしっこ漏れちゃった。ミミちゃんごめん。次の日の朝。おーいおーい。よーし。パパおはよう。ミミちゃんおはよう。パパこれから朝のうんち行ってくるけど、ミミちゃんおしっこしたかったら先トイレ行って。ミミはおしっこ行ってきた。オッケーイ。あはははは。うん、今日のうんちちょっと硬いな。出た。あー、血がついてる。便器にも血がついてる。ママー、ママー。何、どうしたの？くそ。パパまずパンツ履いてよ。トイレに血がついてる。え、ほんと便器が真っ赤。病院に行ってお尻見てもらいましょ。え、病院？怖い怖い怖い。パパお尻痛いの？いや、痛くはないかな。なのになんでこんなに血が出たんだろう。パパがパニックになっていると、うんちが現れました。何かお困りのようだね。君は誰？うんちですか？僕はうんち先生だよ。パパのお尻から血が出たの。それに、病院へ行くのも嫌がるのよ。むむむ。大量の血が出たようだね。パパのお尻の中で何が起こったのかを見てみよう。ここはお尻の穴、肛門の中だよ。やはりここから出血したんだ。パパの肛門の中に、ほら、イボジがあるよ。イボジ？肛門に負担がかかると、あんな風に中がぷっくり膨らむことがあるんだ。負担？長い時間同じ姿勢で座り続けていたり、うんちを出す時に強く踏ん張ることはお尻に負担がかかるんだ。この膨らんだところにうんちが擦れて傷ついて血が出ちゃったりするんだよ。パパ長い時間スマホ見ながらうんちしてる。何？それは良くない。トイレは5分以内に済ませるようにしてね。このままの生活を続けると、このぷっくりイボジが大きくなって、肛門の外にまで出てくるかもしれないよ。ええー、外に出てくると、うんちをした後、お尻を拭くのに苦労するかも。あー、まだうんちついてる。あー、まだだ。まだか。わかった。長い時間のトイレスマホはやめるよ。病院は行かなきゃダメ？おそらくイボジからの血だと思うが、もっと上にある大腸からの血の可能性もあるから、病院へは行った方がいい。わかった。病院行く。パパファイト。うん。その後、パパは病院へ行き、しっかりイボジを治したそうな。おしまい。僕がトイレでうんちしないわけ。はーい、みんな、おトイレの時間ですよ。おしっこうんちしたい子はおトイレに行こうね。はーい。おしっこおしっこおしっこ組は、うんちうんちうんち組。そんな組ないよ。レオくんはトイレでおしっこ、プーちゃんもトイレでおしっこ、ミータとミースケはトイレでうんち。はあ、すっきり。お尻を拭いて、ズボンとパンツを上げて、今日もうんち出して元気もりもり。くそ！あ、う
んち流さないと。みーすけくんはどうしてトイレでうんちするの？だってパンツにうんちしちゃったらお尻がうんちでねっちゃりして気持ち悪いじゃん。レオくんのお尻はうんちとずっとくっついてたいの？違うよ、僕はトイレでうんち怖い。だってぐーって踏ん張ったらうんちじゃない僕の分身がトイレの中に落っこちちゃいそうなんだもん。あははは、なんだそれ。そんなこと絶対ないからトイレで踏ん張ってみなよ。あ、おなら出ちゃった。おーい、おーい、うんちしたい。今うんちしたいって聞こえた。言ったよね、レオ、言ったよね。うん。トイレでうんちしてみよ、トイレで。どう？うんち出そう？やっぱり怖い。僕、トイレでうんち出せない。そっか。じゃあおむつでうんちする？うんち引っ込んじゃった。そっか。あ、レオ、トイレでうんちできたの？できてない。まだできないの？レオは赤ちゃんだな。赤ちゃんって言うな。みーちゃんが赤ちゃんだよ。違う、レオが赤ちゃんだ。二人とも喧嘩はやめなさい。ふん、レオ大丈夫、いいのよ。ゆっくりトイレでうんち練習しようね。またうんちしたくなったらママに教えて。さ、夜も遅いからそろそろ寝ましょ。二人がいい夢見れますように。レオ、おねしょするなよ。しないもん。カイ、意地悪言わないの。さ、寝ましょ。うんちしたい。ママ、ママ、うんちしたくなったよ。どうしよう、おむつでうんちしようかな。おしっこ、おしっこ、おしっこ組。うんち、うんち、うんち組。うんち、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 うんち。僕はうんち組。落ちちゃうよ、落ちちゃうよ。レオくん、大丈夫だよ。トイレに落ちるのは僕たちだけ。だから、怖がらずにトイレで踏ん張ってみて。夢？おーい。ママ、うんちしたい。よし、トイレ行ってみる？うん。大丈夫かな？大丈夫かな？大丈夫だよ。踏ん張ってみて。よし！ふぅー！レオ、うんち出たんじゃない？わあ、うんち出てる！頑張ったね。おしまい。嬉しい、うんちいっぱい、おしっこいっぱい。子猫のミコちゃんは魔女のメルちゃんと一緒に猫の赤ちゃんを見に来ました。わあ、かわいい。ふにゅーふにゅー。あれ、赤ちゃん苦しそうな顔してるよ。踏ん張ってうんちをしてるんじゃないかしら。そうね、うんちの匂いがしてるからうんちをしたんだと思うわ。赤ちゃんのママが言いました。赤ちゃんは一日に何回くらいおむつを替えるの？そうね、10回くらいかな。そうね。でもミコちゃんは三つ子だから、ミコちゃんのママはもっと大変だったんじゃないかしら。ねえミコちゃん、ミコちゃんが赤ちゃんの頃にタイムスリップして、ママの様子を見てみない？うん、見てみたい。タイムスリップ！あ、ママだ！私たちもいる。あんなに小さかったんだね。あ、おむつ替えてる。今度はミルクをあげてるわ。ごくごくごく、
シャー。あら、ミルクを飲んで早速ミースケがおしっこしてる。ごくごくごく、ブリブリブリ。ミータはうんちをしてる。さっきおむつ変えたばかりなのにね。ねえ、一日に10回おむつを変えてるってことは、3匹だとこれくらいおむつを変えてるってことになるわよ。1週間だとこれくらいよ。1ヶ月だとこのくらいよ。ママ、いっぱいおむつ替え大変なんだね。あ、今度はお散歩に出かけたみたい。お散歩の途中で8匹の赤ちゃんを連れた犬に出会いました。それを見たミコちゃんのママは、8匹もいたらおむつ替えも大変よねと言いました。すると子犬たちのママは、ものすごく大変よ。だけどおしっこもうんちもいっぱい出て元気な証拠。私はおむつを変えるのは嬉しいわ。ミコちゃんのママは目をまん丸くし、そしてそうねと言って微笑みました。お家に帰ってきたミコちゃんのママは少しご機嫌な様子。あら、おしっこしたのね。元気元気、元気いっぱい、うんちいっぱい、おしっこいっぱい、元気な小子。ママは元気よく歌っていました。ママって大変なのね。私もたまには自分でパンツ変えることにするわ。ミコちゃん、ママにパンツ履かせてもらってたの？てへへ。おしまい。うんち天気予報。にゃん天気予報です。全国的に今週いっぱい、うんちの予報となっています。特ににゃんちゅう地方は大荒れとなっており、本日は、へ、のち、うんち、ところにより、下痢でしょう。どうしてうんちが落ちてくる現象が起こっているんでしょう。そうですね。子供たちがおもちゃを片付けないという状況が積もりに積もって、おもちゃたちがストライキを起こしていることが原因となっているようです。テレビの前のみんな、おもちゃちゃんと片付けてね。いやん、ついにうんちが降ってきたわ。傘持ってきてないのに。誰か、傘持ってない？にゃみさん戻ってください。にゃみさん。ねえ、外の風すごいよ。ちょっと外に出てみよう。うわー、すごい風だ。飛ばされちゃう。あー、びっくりした。あはは、ミースケの頭にうんちが落ちた。そっちだってうんち乗っかってるよ。わーい、うちうち。これ下痢じゃない？お家に帰りましょう。子猫たちがお風呂に入っていると、魔女のメルちゃんが現れました。ちょっとちょっと、のんきにお風呂に入ってる場合じゃないわよ。あなたたちのおもちゃもストライキを起こしてうんちをしてるのよ。そういえば、朝から私のクマちゃん人形がないわ。僕たちのおもちゃもない。みんながおもちゃを片付けないから、おもちゃたちが怒っているのよ。今すぐ、おもちゃたちのところへ行きましょう。それじゃあ、私に乗って。この雲の上に、おもちゃたちがいるはずよ。揺れるからしっかり捕まってて。
ほら、あそこ見て。クマちゃん、クマちゃん、ごめんね。もう空の上でうんちしないで帰ろう。あたちのこと片付けないで転がしておいたでちょ。今日だけじゃない、いつもそう。私ミコちゃん大丈夫よ。心から謝ったらきっと伝わるはず。だっておもちゃたちはあなたたちのことが大好きなんだもん。私がその気持ちを届けるお手伝いをしてあげるね。おもちゃさん、ごめんなさ い。ちゃんとお片付けするから戻ってきて。気がつくと子猫たちは自分のお家にいました。にゃん天気予報です。今週いっぱいは全国的に晴れの予報となっています。週末デートなのよね。やっぴー。にゃみさん、にゃみさん戻ってください。よし、遊び終わったおもちゃを片付けるとするか。おしまい。どうしてうんちは臭いの？ある日、子猫のミースケとミータはお家で遊んでいました。パシュパシュパシュ。あー、どうしたの？やっちゃった。え、なになに、何をやっちゃったの？うんち漏らしたんだね。うん、うんちくさい。誰？うんちしたのは。はいはい、ミースケ、パン使えるわよ。きれいさっぱり。ミースケのうんちってくさいよね。ミータのうんちだってくさいよ。こないだのおならだってめっちゃくさかったし。これのことかい？そうそう、その匂いだよ。臭いんだってば。でもどうしてうんちって臭いんだろう。確かに、どうしてうんちって臭いんだろう。はい、それ素敵な疑問。君は誰？私はうんちに詳しいうんちの妖精、うんちリーナよ。匂いの原因を知りたければ大腸に行けばわかるわ。大腸？大腸はおへその下あたりにあるのよ。でも臭いところなんでしょ？やめとくやめとく。ちょい、これも勉強の一つね。大腸に行ってみましょ。まあそこまで言うなら。それじゃ、このお昼寝してる子の口から入るわよ。ミコちゃんの口から入るの？君も口の中から入んの？うんちだろ。うんちじゃない、うんちの妖精。わかったわかった。それじゃあ行きましょう。ここが大腸？ここは胃よ。食べ物を細かくしてくれたりするの。へえ。ここが大腸？ここは小腸。食べ物の栄養を吸収してくれたりするのよ。ほら。へえ、大腸はまだ？そうね、小腸は長いの。ミコちゃんの何倍もの大きさだから大腸はまだまだ先ね。そんなに長いの？そんなに歩けないよ。飛んでいけばいいじゃんね、うんちちゃん。うんちじゃない、うんちリーナ。ごめんごめん。ここが大腸よ。何かを食べてる子たちがいるよ。
チを食べているのよ。今度は食べながら何かを出しているよ。この子たちが出しているものがうんちが臭くなる原因の一つなの。なに？この子たちを倒さないと。ふんふんふん。あちょーあちょ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 。だめ。この子たちは悪者から体を守るものも出してるの。体にとって大事な子たちなの。だからいじめないであげて。ふーん。さ、お勉強はおしまい。出口へ向かいましょう。ここが肛門という名の出口よ。これお尻の穴？そうだけど。なんかやだな。ぐずぐず言ってる暇はないわ。うんちに押し出される前に出ましょう。みんな行っちゃった。よし。二人ともどうしたの？え、てか臭い。うんちついてんじゃない？お風呂入って着替えてきてよ。はーい。まさかみこちゃんの大腸を見学してたとは言えないもんね。ふふ、勉強になったよね。うん、うんちって奥が深いんだね。それにしてもうんちは臭い。早くお風呂に入ろう。おしまい。お尻かゆい。今回はダイアナちゃんのお尻のお話。ある日、ダイアナちゃんは保育園で元気に遊んでいました。ダイアナちゃん大丈夫？ちょっとお腹が痛いからトイレに行ってくる。間に合わなかった。ダイアナちゃん、どうしたの？先生、うんち、間に合わなかった。大丈夫よ。みんなたまにあることだから心配しないで。着替えましょ。ダイアナちゃんはその日、しょんぼりとした気持ちで過ごしました。ただいまー。あれ？保育園のカバンに袋が入ってる。それね、パンツ。パンツ？今日、うんちね、トイレまで間に合わなかったの。あら、パンツに出ちゃったのね。ママ、お尻ちゃんと拭けてないかもしれないから、お風呂場で洗いたい。オッケー、じゃあもうお風呂入ろっか。ダイアナ、ちょっと洗いすぎじゃない？いいの、ピカピカにしなきゃ。綺麗さっぱり。しっかりとお尻を洗ったダイアナちゃんは気分が良くなり、次の日もその次の日も同じようにゴシゴシお尻を洗いました。保育園にて。なんかお尻かゆい。ダイアナちゃん、面白い踊りだね。そうでしょう。あはは、かゆいかゆいかゆい。でもユリアちゃんの前でお尻はかけない。ちょっとトイレに行ってくるね。トイレットペーパーで書いちゃおう。かゆいかゆいかゆい。なんかヒリヒリしてきた。ヒリヒリするし、かゆいし。ただいま。かゆい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 。ダイアナ大丈夫？どこがかゆいの？ママ、お尻がかゆいの。ちょっと見てみるわね。あ、お尻に傷ができてるわ。消毒しないと。ちょっと待って。消毒はダメ。肌を守ってくれるいい菌も取り除かれちゃうわ。あなたは誰？私はうんちの妖精、うんちリーナ。お医者さんにお尻見てもらいましょう。怖くないわ。私も一緒に行ってあげる。うん。こんにちは、ダイアナちゃん。お尻を診察させてもらうわね。ふむふむ。お尻が荒れてるわね。痛そう。ダイアナちゃん、お尻をきれいにしすぎてるんじゃない？うんちが出てくるところだから、たくさん洗ってるよ。そっか。それじゃあダイアナちゃんに、お尻のバリアについて教えてあげる。お尻には、外から来る小さなゴミや、バイ菌から守ってくれるバリアがあるの。このバリアは、乾燥からも守ってくれるのよ。乾燥？そう。まるで、お尻に小さなマントをかけて、乾いた空気からガードしてくれるみたいに。だけど洗いすぎたり、
こすりすぎたりするとそのバリアが外れてお尻が痒くなることがあるの。でもゴシゴシ洗わないとうんちが取れないんじゃない？大丈夫。うんちが出るところだけは石鹸をつけずにお湯で優しく撫でるぐらいでいいのよ。そうなんだ。これからは優しく洗ってね。うん。その後ダイアナちゃんは優しくお尻を洗うようにし、かゆみもなくなり元気に遊ぶようになりました。おしまい。うんち味のカレーとカレー味のうんち。ママお腹すいた。ご飯まだ？はいはい、もう用意できましたよ。今日はカレーライスよ。わーい、やったーやったー。3匹の子猫たちはカレーライスが大好き。ふう、お腹いっぱい。僕トイレ行ってこよーっと。ミータは自分のうんちを見て何かを思いつきました。ねえ、うんちとカレーの色って似てるよね。そんなこと言わないでよ。カレー食べるときに思い出しちゃうだろ。ねえねえ、うんち味のカレーとカレー味のうんちだったらどっちを食べる？僕はカレー味のうんちを食べる。私うんちなんて食べられない。うんち味のカレーの方が食べられると思う。味がうんちなんだよ。味がうんち味の臭いカレーなんだよ。でも私うんちなんて食べられないよ。いやいや、うんちはうんちでも味はカレーなんだから美味しいに決まってるよ。うるさいうるさい、私はカレーがいいの。ミンスケとミコちゃんが言い争いをしていると魔女のメルちゃんが現れました。どうしたの？何があったの？みんなでうんち味のカレーとカレー味のうんちだったらどっちを食べるか話してたんだ。メルちゃんだったらどっちを食べる？どっちだろう、迷うな。そうだ、うんちとカレーにも聞いてみよう。出てこい出てこい、うんち&カレー。あちきはカレーの妖精カレーイッチ。僕はうんちの妖精うんち。みんなの話は聞いてたけどさ、カレーとうんちなんかを一緒にしないでくれよ。ムカムカ、ちょっと可愛いからって調子に乗っちゃってさ。僕たちうんちにもプライドっちゅうもんがあるぜ。まあまあ喧嘩はしないで。それなら実際に食べて判断してみない？おいしくなーれおいしくなーれ。実食。うんうん、味はカレーだ。ほら、やっぱりカレー味のうんちの方がいいんだよ。僕の勝ちだね。ふん、あう。みーすけどうしたの？何かあったの？お腹が急に痛くなって。そりゃそうさ、僕たちうんちはいろんな種類の菌をたくさん持ってるからお腹が痛くなっちゃうこともあるさ。メルちゃん、これを踏まえてメルちゃんはどっちを食べる？うんち味のカレー？それともカレー味のうんち？どっ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 ちも食べたくなーい。このカレーうんち論争は子猫たちには永遠に決着がつかないのでした。
おしまい。